先ほど石井アナウンサーが電話していました。友人が同居している男性がそっくりだということをお伝えしましたが、実は今スタッフがもうこのスタジオを出まして、はい、その現場に確認をしに行っているところです、はい、また情報が入り次第お伝えしたいと思うんですが、はい、それ以外にですね、実はその同じターミナル駅からですね情報が集中していまして、その中でもですねこちら180センチくらいで目に特徴があるという、これは具体的に入ってきています、うん、その目に特徴があったので覚えているという情報が入ってきているんですね。さらにもう一つ、同じ沿線なんですね、同じその JR のある沿線なんですけれども、そこでですね、一人でいたということなんですけども、帽子をかぶっていたということがありました。先ほど千葉など目撃情報もそうなんですが、黒っぽい服を着て一人、マスクをしていたという情報もありましたので。